下手なレポートでごめんなさい。第14回、二の前ゆうきです。今回は、東京ビッグサイトで開催された、第10回、某所対策展、持続可能なプラントエキスポ2024、メンテナンスレジリエンス東京2024の国際ドローン展を見てきました。その中で、第10回国際ドローン展に出展されていた、展示ブースの、ワールドロボットサミット2025カ国環境 F レイチャレンジで大同大学、千葉大学が開発したドローンと出会いました。大同大学の小型ドローンはヘリ型ドローンで目的地に運ばれて切り離され、検索対象の建物内検索を行うドローンで、ヘリ型ドローンを目的地までの輸送用として使用することで移動距離を確保、また電波中継機として使用することで映像送信電波環境の確保を行うとのこと。この屋内検索ドローンは、屋外では GPS で位置情報を確保し、屋内では機体の下に取り付けられたカメラなどで確認するようになっています。ただし、真っ暗で位置確認の目印になるものがないと、位置情報を得ることができない。また、目視外での飛行となるので、あらかじめ基本設計は自立飛行型となります。プロペラの位置は、機体の下部に取り付けられ、機体上部に追加積載ができる設計になっています。さらに機体はオープンソースハードウェアで提供されるとのこと。また輸送するヘリ型ドローンも事前に飛行ルートを入力しての運用となるそうです。千葉大学のドローンは VTOL 垂直離発着タイプ、回転翼のメリット、機体離発着スペースが機体サイズより少し広めの場所で済むこと、固定翼は離発着スペースが回転翼よりも広くなってしまう。イメージしていただくならヘリコプターとセスナなどとの違い。そして固定翼のメリット、速度と距離。回転翼では固定翼よりも速度が遅く、飛行距離が短い。物流ドローンもこの VTOL が主流になってくると。さてこのドローンですが、こちらも自立飛行を目指して開発中。課題は離陸時の最適速度、そして固定翼から回転翼への変更時の失速問題。すぐに実用化は難しいようですが、これらの機体が空を飛んでいる姿を見たいと思いました。海外メーカーが市場を独占して国内メーカーは後追い状態になっている中、研究開発している姿にもっと国は予算を出してほしいと考えます。現時点ではドローンを飛行する際には 2.4GHz か LTE の利用に限られていますが、これからの遠距離での活用、災害等での支援活動などを考えると 5GHz の解禁や通信衛星などからの誘導なども必要になってくると考えます。すべてのドローンを 5GHz に対応できないのであれば、少なくとも警察消防自衛隊や救援救助捜索支援活動に限っても開放してほしいと願います。さて次は第10回猛暑対策展を訪れました。今年はさらに暑さが厳しく、水分補給してもすぐに汗で放出、特に屋外での撮影取材がメインなので長時間使用できるネッククーラーを購入して使っていますが、屋内か日陰では効果はありますが、日差しにさらされた場所でははっきり言って熱風を浴びているような状態。個人的にも効果が期待できるアイテムを探しに来たというのが本音です。会場を回って注目したのは展示ブースリベルタのフリーズテック氷撃です。汗と風で冷却するです。今まで汗による不快感から逃れるために速乾性を重視して選んできましたが、その汗によって冷却するとは、早速担当者の方にお話を聞くことができました。接触冷感の生地に強撃冷感プリントを施すことで、気化熱、接触、プリントによる3つの冷感効果を発揮する猛暑対策に特化したクーリングウェア、夏の屋外での撮影や夏山登山に使えるのではないとか思いました。